ちは。こんにちは。長野インターネット所属と申します。ピアニストのメグです。あ、メグさん、はい、今日は、長野市の駅前のここウィンズっていうんですかね、はい、に来ておりますけども、はい、今ラテン音楽、はい、素晴らしい音楽、今最後聞きましたけども、はい、私たち長野ラテン主義というバンドなんですけれども、はいはいはい、キューバ音楽を演奏したくて、はい、3年ほど前からライブを始めました。なるほどなるほど、はい、じゃあもう何回もやってるっていうことですね。そうですね、何回目かだと思います。はい、メンクさん、特にこのラテンについて、はい、何かすごくこの魅力がある音楽だっていうのをお聞きしたんですけど。はい、そうですね、はい、キューバ音楽は、スペイン音楽なんですね。そうですね、ヨーロッパのスペインと、それからアフリカから連れてこられた奴隷との、はい、ミックスの方たちの国なので、はい、メロディーはクラシックのように美しく、はい、そしてリズムはアフリカのように熱い素敵な音楽です。なるほど、はい、今すごく踊りながら、はい、音楽を聴いてらっしゃる、そういう、イメージというか、はい、明るく陽気っていうそういうイメージがあるんですけども、はい、その辺はどうなんでしょうか。そうですね、ラテンアメリカの方たちって明るい方が多いような気がしますね。やっぱりこう太陽さんさんでこう暑いところだからなのかなと思います、はい、今日はなんかスペシャルゲストということで、はい、第1回目、はい、今後の希望も含めてちょっと自己紹介をお願いします。はい、キューバ音楽を演奏している私たちにとって、はい、本場のキューバの歌い手さんを招くのは夢でした、はい、今日初めて、来ていただいて素晴らしい歌を聴かせてくださいました。ご紹介します。星フラッシュさんです。お、皆さんこんばんは。僕は星です。キューバ人です。それでラティンミュージックすごい楽しいだろ。だから今度ぜひいっぱい何回も来てください。この踊り方とかありますとか、レディとダンスシェアするとかすごい楽しい。だからバンドと Waiting for you よろしくお願いします。 Waiting for you。 はい、すみません、お名前もう一回お願いします。星さん。星です。うん、日本の星でいいんですよね、日本語の。日本、そこまでいかないけど、寝てます。そちらのラテン語で星。そう、僕のママは子供からいつも、スペイン語の名前はホシエル、でも長すぎから、ママいつも星、星、星、だから。すごくなんかこう、そういう意味でも日本と縁があったのかなっていうイメージがあるんですけど。そっかそっかそっか。ぜひまた長野には、普段はどちらに住んでるんですか？今東京住んでます。うん、じゃあ今日はこの、ライブのためにそうわざわざ長野に。そう、初めて長野でライブやってます。すごい楽しかった。ベリーハッピー。はい、それからちょっとその頭、髪型ちょっと見せていただけますでしょうか。面白い面白い。うわ、素晴らしい。一回りしていただいてありがとうございます。まあ、こんな髪型も見たい人がいればぜひこのライブに来ればお願いします。来てください。うん、一緒にエンジョイしましょう。エンジョイ。名前は星さん。そしてこちらにいらっしゃるは、ちょっと自己紹介をお願いします。マイワイフ、奥さん、ノーリさん。スペイン語すごいうまい。いえ、いや。ご夫婦2人で、長野に来ていただいたということで、今後ぜひ長野でも活躍していただきたいと思います。じゃ最後にありがとうございました。メグさんはもう、はい、じゃメグさん、じゃこちらでちょっとお願いします。じゃ真ん中へ。はい、はい、早速、これで第1回目ということなので、はい、メグさんにとってそのラテン音楽とはどんなものなんでしょうか。はい、一度聞いたら、はい、また聴きたくなる、すごく魅力のある音楽だと思います。なるほど。ピアニストということなんですけども、はい、なんかピアノだけじゃなくてもうダンスも習ってるっていうふうに聞いたんですけど。そうですね、はい、キューバ音楽はダンス音楽なので、はい、ダンスと密接に関わりがあります、はい、ダンスをされない方でもこう立ち上がってこうちょっとステップ踏みたくなるような音楽ですので、はい、皆さんぜひライブいらしていただきたいと思います。また会場とかはどうされるんでしょうか。
会場ですか、はい、ここまたウィンズイーストさんはいいお店なので、はいはい、飲み物とかねお食事も美味しいので、はい、ウィンズイーストさんお借りしたり、あとはもっと広い会場でたくさんのお客様を招いてライブするのが夢です。まずは長野駅の東口に、はい、ということで、また、はいはい、開く予定はいつなんでしょうか。あ、だいたい長野ラテン主義は、はい、ゲストを呼ばないライブはこの先、はいはい、23日のキューバンダンスワークショップ紳士音楽村であります、はいはい、そこで演奏させていただくのと、はい、それから10月7日に筑摩市のフーガっていうジャズ喫茶があるんですけれども、はい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 、そこの例会っていう毎月やってるライブに、はい、10月7日は3時から長野ラテン主義が呼ばれております。10月7日筑摩市で、はい、そうです、そうです、ラテン音楽が聴けるわけですね。はい、はい、そうです。お近くの皆さん、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ぜひ星さんも含めてまた、開かれる日を楽しみにしてますので、はい、また告知の方よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。グラシアス。グラシアス。ありがとうございました。